おはようございます。朝早く東京駅に来ました。今日はどこへ行くのぜ？午前中は八王子方面に行って午後からは我孫子方面へ行こうと考えているよ。なるほどね。八王子方面なら中央快速線で行きましょうか。また233系に乗れるよ。この電車で八王子まで乗るの？一旦国分寺駅まで乗ろうと考えているよ。国分寺駅からは西武線へ行こうと考えているよ。西武線乗るなら拝島駅まで乗ろうぜ。いいわねー。先発の普通東村山駅が出発したから後続の電車に乗りましょう。西武市民線系ね。後続の普通新村山駅が来たぜ。西武急2線系ね。これに乗って小川駅まで行くわよ。小川駅に着きました。あ、向こうから急行拝島駅来たじゃない。わからじゃ多分間に合わないから高速電車に乗ろうぜ。こっちは新2線系、普通西武新宿駅だね。八王編成だな。向こうから乗った電車さん来たよ。折り返して普通国分寺駅になったのね。拝島駅に着いたわね。 JR 線に戻ってきました。209系3500番台ね。こっちは E231 系3000番台だな。ワンマン八王子駅ね。こっちは武蔵五日市駅ね。6両編成の青編成ね。こっちは青梅駅かしら。4+6の10両編成だな。ホリデー快速秋川武蔵五日市駅とホリデー快速奥多摩駅ね。切り離し作業ね。ちょうど拝島駅止まりの電車が来たわね。こっちは4両編成単体だな。短いね。回送が発車したわね。高速の立川駅に乗るぜ。少しだけ南部線の E233 系を見ましょう。別の E233 系さん入れるの？そうだぜ。長野荻野211系が来たぜ。立川駅で来たのかしら？かっこいいね。南部線の E233 系8000番台ね。各駅停車川崎駅ね。他の路線に行けば他の E233 系さんも入れるの？ああ、そうだぜ。メンいっぱい入れたいよ。ならこの後私とマリサでメンちゃんを連れて横浜線や京葉線並行かしら。わかったわ。お、こっちは E233 系8500番台だな。確か E233 系で番台からの転属車ね。私はとりあえず池袋へ行ってみましょうか。 E233 系で番台10両編成が来たわね。今度は 4+6 両の分割編成ね。池袋駅に着いたわね。やっこうつむし。あ、二人とも、うつむしも東京観光しているの？私は観光はこの後で今は乗り回しているとこだよ。へぇ、今からどこに行くの？今から総武中央各駅停車経由で上野駅へ行こうと考えているよ。よし、私たちも上野までついていくわ。わかった。湘南新宿ラインの電車ね。
15足す10の15よね。やっぱり長いなぁ。15用ともE231K 全番台近郊型ね。さあ新宿駅へ行きましょう。E231K 500番台だったわね。見た回帰ね。中央線快速 E233K 番台ね。 E353K だったわ。本数多いな。後続は特急開始後東京駅ね。対向で中央線快速と中央総武線各駅停車と並走しているわね。そろそろ秋葉原駅方面に行きましょう。そうだね。駅まで京浜東北線に乗りましょうか。快速南浦和駅ね。横に山手線と並走しているね。時間あるなら御徒町で山手線に乗り換えない？乗り換えよ。常磐線ホームに来ました。よし、私はこの後観光に行こうかしら。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。